青空の下、四季の移ろいを見せる木々や花々。ビニールシートの上にアクリル絵の具で描かれたウクライナの情景。中高生らおよそ200人が1週間かけて完成させました。未来の復興に向けて その意欲というか、広島からも応援しているよっていう、そういうプラスの面の気持ちで受け取っていただけたらな。ウクライナへのメッセージ、日本語だけでなく英語やベラルーシ語など6つの言語で寄せられました。企画したアトリエパオは、子どもたちが平和を願って壁画を描く国際プロジェクトキッズゲルニカに2015年から参加。これまで12作品をウクライナに送っています。2018年にはチョルノービリ原発事故の避難民が暮らす町を訪れ、子どもたちと交流。自分たちの描いた壁画は今も現地にあるといいます。一時あの町はロシアに占領されて、食料も水も電気もないという状態になってたと聞いています。少しでもまた元のあの時の笑顔に戻れる日が一日でも早く来ればいいなと思ってます。一方、中区の平和公園では市民団体が、核と人類は共存できないと書かれた横断幕を掲げ、およそ30分間座り込みを行いました。原子力発電所あるいは核兵器、みんな放射能を持っている広島に住む私たちは、いついかなることがあっても核兵器の廃絶を訴えていきたいと思います。またチョルノービリ原発が標的の一つとなったウクライナへの軍事侵攻については、ロシアは直ちに軍事侵略を停止せよと訴えました。